宝磨くとこあるじゃないですか、コックピット、あ、金庫室、あ、違う、金庫室の左側に、なんか、なんとなくで行ったら、弁当の中から、って聞こえたんですよ。え？リツイートしよう。エアシップ初めての人見ます？はい。エビカンパニーさん。はい。そして、はい、マロです。あ、マロさんか。はい。まあ頑張って。わかんないっすね。なんでなんでよじゃあ。おっ、あのということで、悟空とか出てきます。すげえ、すごい。すごい。お願いします。すごい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 。ねえ、なんで。なんでクルーばっかりなん俺。なんで俺クルーばっかりなんずっと。あ、そう。インポスター来ましたーっていう人は大体白。インポスター、俺はインポスター。中野さんもインポスターでーす。桃井さんやるか。桃井さんやる？オッケーやる？やろう。やるか。やるか。やろうか。やるか。おい、なに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 、怖い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 、ヒルクルタイムですね。ナイスナイスナイス、あ、ザッサザッサ、よかった、怖すぎます。俺このシステムからインポスターになったことない。あ、これどうしよう。さてと誰殺そっかな。なんか言ってるわ。またタスク終わるで、思い切りやったら。マジでこれタスク勝ちするな。あ、これ何やってんだよ。うにゃ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 言ってる。大丈夫ですか。大丈夫、左結構いってるよ。オッケーオッケーオッケー、ナイス。え、ナイス、ありがとうございます。死んでる。ええ、エビちゃん見たっていう情報ないの。絞れない、一回も俺見てないわ。聞こえるはずだから。見てない。いや待って、全然見てねえからわかんねえわ。とりあえずエビさんどこで、でもマジで、いやこれはしゃあないっすね。完全に隠されたやん。なんかバロさんおかしくない？いやさ、僕、いや僕もです。うんこ？俺や。コックピットタスクレイヤー。シャワー2、貨物3、セキュリティ2だったんだけど、これシャワーでやってるんで、シャワー見に行ってきますね、俺。了解です。キル起きてないんだ。じゃあ多分今のところ多分キル起きてないんじゃないのかな。あ、マロさんだ。わあ、どうもびっくりした。どうもどうもどうも。リアクション。あ、これいや、直しに行きましょう。リアクション。怖いね、怖いね。リアクションが 100% だな。すごいな。一番最初、はい、オッケー。お店を開いた時にマハさんと俺と行ってたじゃないですか。マハさんがなんかベーコンレタス作ってる間どこ行ったんですか。いや、俺は武器庫の方っすよ。ちょっとここで会議しないで。あ、そうそうそう。ここで会議しないで。ここで会議しないで。あ、いるんじゃない？これは。一郎いるんじゃないか、これ。怖い怖い怖い。一郎いるんじゃないか。いそう。怖い怖い。絶対いる、絶対いるって。ちょ、こん中にいるよ。こん中にいるから気をつけてね、みんな。え、待って、え、死んでる。いや、待って、俺ごめん。おい、あのね、ちょっと待って。これね。はいはい。え、あの、今ちょっと皆さん体調を教えてもらっていいですか。体調、体調いいです。今どう、なんかはポテッドです、グッドです。まあまあまあっすね。グッドです。寒い、寒い。どっか痛いとか。寒いです。寒い。お腹痛い方います。末端冷え性。ちょっと待って、お腹痛い方います。クーラー。何、いや俺、いやあのあの宝磨くとこあるじゃないですか、コックピット。あ、金庫室。あ、違う、金庫室の左側に、なんか、なんとなくで行ったら、はい、弁当の中から、腹痛いなーって聞こえたんですよ。え？で、一つわかることは、え、絶対女性でした。でも僕、本当はわかんないから、その声。女性でした。あれ？もう少ないな。女性二人しかいない。女性二人しかいない。え、じゃあ、そう、女性ローラで言うと。どうなんだろう。ローラしてください。女性ローラで言ったから、女性ローラ。絶対いける。女性ローラはやばい。腹痛いでさ、殺されたらさ、クソダサくて恥ずかしいよ。なんか5人ぐらいでずっとメインホールエンジンルーム行ってって、なんか結構遊んでたんで。泣いてた、泣いてた。えなちゃん、なんか途中でなんか言ってなかった？コックピットらへんでさ、なんかさ。
言ってなかった。あ、なんかさ、今さ、どうたらこうたらでって言いながら消えていったよ。え、醤油さんいたそこ。いたいたいた。いないよね。え、ベッドじゃね。え、いたいたいた。ベッドじゃね。いたよ。いなかったよね。いねえよ。いた。大丈夫大丈夫。今分かんない。ゆっくり休んでください。お腹痛めてると思うんで。大丈夫ですか。ゆっくり休んで。ゆっくり。これロラでいいと思う。ほんまに。あ、嬉しい。ちょっと落ちますね。お腹痛そうだから休ませるよ。うん、ずっとクイーン歌うやん。オッケーオッケーオッケー。先生、マハラジャさんがずっとクイーン歌ってます。とりあえず、まあなんか女性陣をなんかローラーするみたいな。一応お腹は痛くないですか？それは大丈夫ですか？あ、大丈夫大丈夫大丈夫。そう、温めとく温めとく。つるになんだ。あ、あ、いいんだいいんだいいんだ。こういうつり方もありっていうことで。確かに確かに。うん、ごめんね、ソルメさん。ゆっくり、お腹ね、温めてもろて。すみません、お腹痛い時期だ。温めとく、温めとく。温めとく。これで、全員連れてあったの。ゆっくり休んでください。お願いします、お願いします。ゆっくり休んで。この釣り方、初めてなんだけど。ごめんね。弁当の中から腹痛いなって聞こえたんですよ。で、で、一つ分かることは、え、絶対女性でした。でも僕、本当は分かんないから、その声。女性でした。腹痛いでさ、殺されたらさ、クソダサくね、恥ずかしいよ。ま、これでもし、女性陣じゃなかったらやばいよね。やばいね。ね、そしたらもう佐野さんが確実だよ。もうウェルプレイじゃないですか。佐野さんが。まあまあ、要素をすれば。あ、いるわ。え、あ、陰口聞こえた。ああ、えなつくん殺されるわ。じゃあこうやっていきましょう。ああ、佐野さんに殺される。ああ。ああ。俺？俺？ああ、よかったよかったよかった。ナイスです。すいません、佐野さん。え、どうしました？いただきます。え、俺ですか？え、え、待って、どうしたの？え、どういうこと？どういうところ？何かちょっとするんすけどね。これ中野さんと稲さんはもう佐野さんに入れてるって感じですか？俺スキップ。スキップでいいんじゃないかな。残す場合は佐野さん白角で置きたいから、残すんだったら。うん、俺も佐野さん決め打ちでしてもらって。スキップで。稲さん怖いな。稲さん、なんで佐野さんに投票したんだろう。全然、稲さん？稲さん？稲さん？あ、なに？俺殺する？俺殺すの？俺殺すの？ね、俺殺すの？これ殺せなく、殺せない、ボタンない、ボタンない。黄色死んでます、黄色。え、黄色死んでる？多分近辺に。で、黄色のさっきすれ違ったんです、武器庫ですれ違ったんですけど、マハラジャさんとマロさん、黄色さん、黄色が一緒にいました。エナ君怖い、エナ君怖い、エナ君怖い、なんか怖い、エナ君怖い、あ、エナ君怖い、いや、なんか疑われてたからさっき、エナ君怖いです。ちょっと待って、近づかないで、近づかないで、いや、マジ怖いで、これって、いや、なんて、なんて、エナ君怖い、笑うなよ、おい、笑うなよ、おい、おめえだろ、おめえだろ。おめえだろ！おい、ちょっとサロさん、これ多分エナさんっすよね。エナさんじゃねえ。俺はエナさんと思うよ。ボタン、俺ボタン押しに行ってくるね。めっちゃ怖いって。黄色死んでるんですよね。お、え、ちょっと待って。え、ちょっと待って。停電になった瞬間、肉になったサロさんが。僕今電気消えた時ってもうエナさんって左に走ってましたよね。うん。走ってた。俺より前にいたもんね。もうだからエナ君は絶対違う、絶対違うと思う。俺エナさんも違いますよね。え、中野さん僕の右側にいました今。左側にはいた、左側にはいた。今多分なんですけど、僕佐野さんの死体のところから左に動いたのマハラジャさんだと思うんですよ。そうなんよね、俺もそう思った。どうかわかんないけど、え、俺はやってない。ただ佐野さんには俺は近かったと思う。で、左側に抜けていくエナさんは確認してるから、で、中野さんと乗ったさんが多分佐野さんより後ろ側だった気がする。
まず僕中野ってさんは、さっき、貨物室付近とかで会ってて、うん、で多分僕いつでもやれたと思うんで、そう、俺マハラジャさんだと思います。僕もマハラジャさん、うん、マハラジャさんでいいと思う。どっちかなんだよな、ただどっちかわかんねえんだよな。マハラジャさんでいいと思う。合ってると思う。あ、大丈夫だ、合ってる合ってる合ってる、多分合ってる。これでノッタンさんだったらマジでノッタンさん性格悪い。マジで性格悪い。あ、よかった、性格よかった。佐野さんがね、その弁当の近くにいたから、やりてえなーって言ったんですよ。